手持ち花火をやってきましたんでね。あ、手持ち花火でね、7時まで来たんで。ね、もう今ちょうど熟りさせたやろ。25分、これか。19時25分。これに乗ればもう一駅なんでね。そういう、なんなら歩いても行けるぐらいのところらしいんで。な、これか。あ、乗り継ぎ割引券。へぇこれで乗ると、あの、東都駅の方に、なんか100円で行けるの？あ、これか。そう、普通は230円なんで、100円で、京都駅の方に出れるという。もう便利ね、ということですね。なるほどね。今回は工場の駅の方の真ん前にね、バスが来てくれるんで、こっちの方が便利なんで。よし。おーっと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 。はい、水族しようか。20分ぐらい時間あるから、ちょっと、食えるところねえかな。ちょっとだけ外出てみよう。エレベーター。よし。こんな風になってんだ。地上階への上りエスカレーター。涼しい。マップもあるんだ。あ、めっちゃ涼しい。ちょうどいい。あ、でも川の水やっぱ多いな。あーで、こっちの方、ストーンと行くと、京都駅の方面、ちょっとこっちの方か。ステーションループバスってどこになるんだ？こっちの方とかもだいぶ京都ですよね。うわー、京都だー。一歩奥が五条か。ですから、全然、で、そこら辺のバスから乗っていけるんだ。なるほどな。便利だ。なるほどな。渡ったこう。あ、そら、鴨川やもんな。こんなところに花畑サンドイッチ黒トリュフ、へえ、ちょっといいお値段する感じか。京都やしな。あ、まあでもあれ、さすが京都やね。こっちの方ストーンと抜けて、まあ、最後ちょっと歩くにはちょっと距離あるか。飯を食ったりする場所ないかな。15分ぐらいでパッと食える。マックや。それマックや。なんか、確かに京都来てマックは。ってないのはある。バスストップ。はは。うわ、なんかそうや、違う、いっぱいや。間に合わない、10分では間に合わない。小分かりか。バカか。いろいろあるな。ステーキハウス。
そっち向けたら、一つ、トランチ。歩くか。歩くか。せっかくやし。うん、何がせっかくなのか。あ、死ぬ。これも建設か。まあ、総括入っていくか。まあ、こんな感じでね。まあ、多少弾丸感がある感じで、無鉄砲にやってみましたけど、まあ、でも、全然回れることはないですよね。うん。ですし、これで、京都まで、京都で一泊するようなプランにしておけ、おいて、次の日ね、まあ、京都ゆっくり見るなり、まあ、逆のパターンでもいいのか、うん、初日こっちに来てね、朝の京都をぐるっと回って、次の日大阪とかでも、っていうような使い方の時にも非常に便利になってくるし、にゃんこ。あたかも獣の金なんだろうな。お邪魔します。どこのにゃんこなんや。じゃん、まあ、飼い猫でしょうね。野田だったらあの距離もう警戒されますから。何かもんだ。おっ、何だ。ちょっと距離あるのか、これ。あれ？本当に歩いていけるんだろうな。ギリギリじゃない？いや、でも38分発ない。正確には38分発なんで、もう最低30分には、というとこかって感じだったんで。全然大丈夫です。京都芸術美術工芸大学。